てもクマじゃん、クマじゃん。コロンプイ、ちょっとあったかかったからこれ着たんだけど、結構あったかいな。モコモコのやつが下、下もモコモコの同じやつじゃないけど、ズボン入ってる。めっちゃあったかい格好してる。よいしょ。若返った。今日若く見える？いつもより。これ同じ柄のやつもあるんだけど、ズボンも。同じ柄のやつはね、ズボンがね、ショートパンツ短いだけなんだよ。だからちょっと寒いから長いやつ入ってる、下だけ。あ、これこれは動物の森のマミ吉かつぶ吉かよくわかんないけど、どっちか、これどっちかわかんない。動物の森だからタヌキ。こっちはね、こっちはタヌキ、このブランケット。こっちはクマだけど。でも昨日さ、なんだっけ、一個ゲームさ、途中までダウンロードして止めてるわ、そういえば。充電を再開、充電じゃないわ、ダウンロード、充電じゃ。何言ってんだ、ダウンロード再開させとかなきゃ、終わんない。ゲームはしてない、別に。ゲームのダウンロード昨日途中で止めたんだよね、終わんなくって。それやってないやと思って、それだけね。やる、どこだっけ、 43% で止まってるわ。 OK、 ん、何度待機中になっちゃった。これで OK。 うん、今日配信の後ゲームしてない、もうそのままパソコン切っちゃった。だからしてない、昨日のピョテド。いやマジでテトリス難しいね、こんなに難しいと思ってなかった。ぷよぷよはあれなんだこれ、変な広告出てきた。ぷよぷよはいいんだけど、テトリスがめっちゃ難しい。トレーディングカードから、何のこれ、かわいい、ウィッチ。トレーディングカードシェドウいないじゃん、いない。テトリスめっちゃ難しい。コツ
るんだろうけど、わかんない。テトリス、昨日ね、テトリスしたことあったかな、前。あったとしてもなんかほんのちょっとだけ、なんかちゃんとやったことなくて、確かあるような気もするんだけど、そんなにないみたいな。うん、それでめっちゃ難しかった。だって勝ち抜きやってたのね、テトリスで。勝ち抜きやってたのに永遠に一人目に倒されてて勝ち抜きやってんのにさ、なんか一試合だけのゲームやってるかみたいな感覚だった。マジで難しい。だから強い相手が、いや、あのなんだっけ、コンピューター相手、あの誰かと対戦してるわけじゃない、コンピューターと。めっちゃ難しいんだよねこれ。ぷよぷよはね割とできるんだけど、あのずっとやってたからスイッチで。テトリスめっちゃ難しい。てか強いよ、初級モードとかないのこれ。めっちゃコンピューター強くて普通に強い。中接調節ないはず、これあるのかな、ちょっと見てみよう。無理で、いやなんか相手の、設定みたいなモードが巻いてた。オート難易度、あ、これアドベンチャー、アドベンチャー、これストーリーモードの難しさを自動で調節するみたいな、これ違うね。プレイヤーの設定変えようかな、キャラクターの印象。あ、あ、これシグ違うな、シェド、あ、じゃあシェドにしよう。いろいろあるキャラクター、何これ、エコロ、初めて見るな。パソコン版にしかいないのか。でもシェドがいい、シェドいつも使ってる。今回は悪魔っていうキャラクター、どこ行ったし、いっぱいいる、思ったより。ダークアルルも可愛い、黒いシグ、なんかこんなのもあるの、変わったエコシェゾ出てこないとか言っちゃった。めっちゃキャラクターいるんだけど、思ったより多くて出てこないや。どこ、え、ソニックとかいた、あ、可愛いこのキャラ、ジュリア、え、かわいい、これにしようかな、全然使ったことないけどどうしよう、あ、
めっちゃあるんだけど、多すぎて大変。選ぶのか、まだ一周してない。あ、やっと戻った。ん、何の音、ちょっと待ってね、なんかミュートにしてみてくる。大丈夫だった。なんか炊飯器が、炊飯器の保温があと1時間で終わりますよみたいな音だった。よいしょ、さっきのなんだこれ、新月のシェード、濃いけど、このシェードもさっき見たキャラが濃かったんだよね。あ、出てたジュリア、これにする。いろいろ変えれるわ、見た目。キャラクターフレーム、なんだこれ、フレームも変える、アイコンも。そういうことね。どうしよう、これもいっぱいあるのかな。いっぱいあるな。どれにしよう、ありすぎて一周した、わかんない。あ、そういうことか。あ、今一周したわ。30個ある。どれにしよう。このぷよぷよが水色がいいな。これにしよう。フレーム10。背景もいっぱいある。背景も青にしようかな。あ、これでいいじゃん。設定する、保存した。マイキャラも変えれるんだ。どれにしよう。これもいっぱいいるのかな、さっきと一緒のキャラが。あ、これは少ないや。これはじゃあシェードにしようかな。シェードにして、設定、あとはマイデコ設定、めっちゃあるんだけど、設定が楽しい。背景、パズルアリーナ、テトリスパレス、テトリスパレス、パズルユニバース、サーカス広場、夢のゲームセンター、かわいいこれ、背景、夢のゲームセンター、いいな。ゲームセンター、あ、これもかわいい、コックピット、 A、 B もあんの、ないわ制作空間だ、次。背景黒、あ、色だけのやつもあるのね。ランダム、あー、ランダムはあれだけど、いや、夢のゲームセンターにしよう。かわいい、なんか着せ替え、なんかちょっとパステルっぽい感じ。マイプヨ、グミ、アクア、フィーバー、あ、すごい、クラシックってやつ、ちょっとさ、スライムっぽい見た目が、プヨの。
何しようかな。ぷよぷよにもいろいろ種類があるのね。これにしよう。ゲームギア、夢のゲームセンターってやつにしたから。ゲームギア、マイテトもある。テトリスも、これもなんかゲームっぽいやつがあるのかな。どれだろう、これかな。セガアーケード。 BGM はちょっと分かんないや、聞こえないから。これでゲームセンターっぽいやつでした。あ、もう OK。 これで私さ、違うね、やろうとしてたこともショップもある。あ、忘れた。ピアの種類が選べるな。モロ星人、なにこれ。他にもある。テッドリーミノの種類、ボールとはボイスチェンジ、プレイヤーアイコン。あ、え、まだキャラいっぱいいるんだ。めっちゃめっちゃいる。ぷよぷよってめっちゃキャラ多いんだね。知らなかった。めっちゃある。2ページ目もあるし、2ページある。ぷよの種類そんな多いの、知らなかった。いやでもね、キャラクターのさ、キャラクターの選べるやつなさそうだな。強さ PC の、あ、なんかさっきオプションってやつだった。これなんかさっきなんか見たっけ。基本の設定、グラフィック、マウス、ゲームパッド設定、パソコン操作、リーク、色調整、サウンドないね。相手のパソコン、パソコンじゃない、コンピューターの、あ、なんか戻っちゃった。コンピューターの強さ設定ない。終わったかな。ゲームのダウンロード、ん、なんかダウンロード待機中になってる。ないね、強さ選べるやつ。でなんかキャラクターごとにちょっとね強さがあるはず。確か強いキャラもいるんだよ。どれだったかな。いるんだよ。そう、いるの。どれだったっけ。カーバンクルとか、あとスケトウダラ、ここら辺のキャラが強くて。確か、え、ちょっとテトリスやろうかな今日も。練習、今本当にボコボコにされた。全部のキャラクターにテトリス。テトリス上達してない。昨日配信でやってからやってない。ぷよテト、え、めっちゃ難しくない？テトリス。よし、うん、変えるやつないもんね。敵のない。え、めっちゃ可愛い後ろの、え、めっちゃ可愛い。あ、さっきのさゲームみたいな設定、ゲームっぽいさ背景とテトリスのなんか絵をゲームっぽいやつに描いたんだけど、普通にさ、なんかゲーム始まる前の待機画面みたいなところがそうなるのかと思ってたら、あのこのゲーム中の背景がそうなるみたい。めっちゃ可愛い。ちょっとレトロな感じで可愛い。よかった、これにして。これにしてよかった。あ、よいしょ、強いな。え、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 
か。相手連鎖してるし、え、めっちゃむずい。どうしようかな。埋まんないんだけど、この子が。ああやばい、変な置き方した、ミスった、ミスった、やばい、もう負けそうだもん、弱いな、やばい、やばい、終わった終わった、え、早いって、早いってまたズラに抜き、もう一回もう一回ボロ負けなんだけど、え、強くない？コンピューター、私の積み方が下手なのかな、わかんない。あー、そうなっちゃうのか、これむずいな、私の思ってたようにいかなかった。だってちょうどいいのが来ない。こうで、あー、こうかで、四角ここでしょ、むずい。一人ぐらい倒したいんだけど、そろそろ一人ぐらい、一人ぐらい倒したいよ。一列ずつしか消せない、なんで。このさ、なんか四つのやつ苦手だな。一列消してこれで、ね、で、あー、相手が下どんどん増えてく、むずい。うん、消えた一個、一列、二連、早くやったら二連になるのか、なんか時間制限があるのか。あー、どうしよう、あ、どうしよう。あー、やばい、言っちゃったやっちゃった、むずいな、どこ、ここ、ここ、あー、やばい、なに、レッサーした、誰か、なんか出た、え、強い、やばいやばい、やばいやばいやばい、普通に、やばい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 、待って、終わった終わったあ、終わった、もう置けないもん無理無理、ね、なんでゼロ人抜きなの、ずっとおかしい。もう一回、今日は一人に勝つまで終われない、なんで、難しい、タッチのやつ欲しいな、来ないな、うん、来た、よしで、休憩、いいよ。で、ここでしょ。だって、あ、ちょうどいい、ぴったりだ。ここ消して一列。で、あ、いた、ぷよぷよだ。でもぷよぷよちょっと見づらいかもな、このゲーム風のやつ。今気づいたけど、ずっとテトリスやってたから気づかなかった。見づらいか、ね、むずい、ちょっと強いかも、相手
って消えないの？下消しても消えないんだけど、なんで？ぴょぴょと違うのかな？むずい。あー、どうしようどうしよう。やばい、下手くそすぎる。むずい。あー、なんでこんなに難しいの？テトリス、私が思ってたより難しい。一列、一列、うん、消せてはいるんだけどさ、強いんだよなコンピューター。でもさっきよりスコアしたよ。やばい、連鎖された、連鎖された。無理、連鎖されちゃった。むずいな。ここか。あ、でもいい感じ今は。ああ、ミスった。間違えた。あ、やばい。さっきのミスったのがもうダメだな。負けた。なんで？もう一生ゼロ人抜き。もう一回だね。相手ぷよぷよだし、あれだ、クマ先輩だっけ、強いキャラ。このキャラも強いんだよ。あー、どうしよう、こっちでいいか。あ、こうだね、こうか、こうか、置ける場所が。うん、これでハマる。一列、二列目。あー、隙間ができる。ずっと連鎖されてるんだけど、むずい、難しい、難しい。強いって連鎖するのやめてほしい。強い。無理。消えない、消えないんだねこれさ、テトリス。めっちゃ強っ。一気に置ける場所なくなった。もう一回もう一回。これさ、テトリスって消しても下なくなんないの？むずくない？もう一回。ちょっとまだだ、あのダメだね、勝ててないから。テトリスが、テトリスもしたくってさ、両方できるやつ買ったのにさ、テトリス弱すぎてやばい。あ、これ逆か、いけるやつか。ずっとさ、ゼロ人抜きなんだけど。弱すぎる。あ、これで消せるのか。お邪魔ぷよさん、あれだ、普通に何色の、あ、違う、何色のじゃなくて、上消したら消えるんじゃなくて、普通にテトリス置いたら消えた。テトリス置いたら、テトリスっていうのこの四角いやつ置いたら消えた。知らなかった。こうね、消し方分かった。ずっと消し方分かんなくってさ、どんどん溜まっていってた下に。消し方分かったから大丈夫。
もさ、ぷよぷよしてる時はさ、なんか私が連鎖して相手にめっちゃお邪魔ぷよがいて、向こうのそのコンピューターがなんかやられたみたいな、あのセリフを言うの、めっちゃいっぱい連鎖した時はテトリスは言ってくれない弱すぎて私がまだ言ってくれない言って向こうのてか自分のキャラが言ってる、それをおジャンプよいっぱい来るからやばい、もう今も言ってるもんやばいなあ、あ変なとこいた、やばい、ああ負けた なんでやっとさ、おジャンプ用のさ消し方が分かったのにさ、勝てないんだけど、ずっと、しかもなんかクマのやつだし、ずっと勝てない、気づいたら負けちゃったし、さっきの。よいしょ。悔しい。で、立ってのやつを言って。でもちょっと上手くなってる気がする。そう、気がする。気がするだけだけど。やばい、クマ強いんだよね。あ、なんか連鎖した時のセリフ言ってくれた、自分のキャラが。おじゃまぷよ消したら、おじゃまぷよも入るのかな、連鎖に。よくわかんないけど。あ、やばいえ、待って、めっちゃ強いんだけど。え、普通に強す、あ、や、負けた なんでずっとこのゼロ人抜きの画面しか見てないよ私もう一回もうずっとゼロなんだけどね、早い、ほんと負けるまでが一瞬、弱すぎて、なんでだろうね。うん、お、強いな、強いな相手、強い。ぷよぷよってこんなに難しいんだね、昨日から言ってるけど、本当に知らなかったもっと簡単かと思ってた、舐めてたわ。あー逆か、これちょうどいい。下のさ、なんか邪魔なやつ消したいんだけどさ、消せない。なんかぷよぷよはさ、いっぱいちょっと多めにさ、多めにてか高めに積んで連鎖で消していくみたいな感じだけど、テトリス違うからさ、難しい、ちょっと違うじゃんテトリスは。難しいな、ちょっとミスったかな。いっか。よいしょ。あー、置けない。よいしょ。
係ないのかこれ。空間作っちゃった。やばい、下手くそ。やばい。強い。強いんだけど敵。下手すぎる。無理。勝てないんだけど。ああ終わった。やばいやばい。うん、積んでるこれ。え、どうしようかな。めちゃ積んでる。負けた。ぷよぷよやってる。あ、じゃない、テトリスやってる。逆逆ぷよテト両方できるやつでテトリスやってます。無理。もう永遠に一人目に負けてる。勝ち抜きなのにこれ。普通にワンプレイをずっとやってるんだけど勝てないから。勝ちたい、そろそろ一人ぐらい。あ、どうしよう。でっか。これね。相手ぷよぷよだ。いや、ぷよテトだからさ、相手違うやつやってたりするんだよね。なんか私はテトリスやってるけど、相手はぷよぷよみたいな。今相手ぷよぷよ。あー、やばい。強い。敵が。なんか縦一個のやつが欲しいな。あ、来た。これで消せる。よし、オッケー。あー、むずい。よくわかんない。え、なんか両方できるのこれ、このゲーム。ピヨピヨとテトリスが。で、自分テトリスやってるけど相手ピヨピヨみたいな。ピヨピヨとテトリスで対戦するとかもある。向こうも同じやつやってる時あるけど、なんか選べるんだよね、コンピューターが選んでやる。お、オッケー。危ない。よいしょ、充電がない。今ちょっと中断してる。難しい。え、ブロック回転できるのはわかるよ、さすがにね。そこまで初心者じゃない。わかるよ。え、難しいんだよ。で、ちゃんとあの、なんていうの、ボタンスティックじゃなくてさ、あ、やばい、間違えた。あ、なんかもうずっと間違えてるわ。あ、やばいやばいやばい。ねえ、喋りながらやってたら分かんなくなった。間違えた。なんだっけ、スティックじゃなくって十字キーでやってる。ちゃんと、うん、負けた。喋りながらやってたら全部間違えた。お病状。一個間違えた、やばいと思って全部間違えた。
違うよ、やりたかったことが違うのよ。一個間違えて焦ってさ、全部間違えた。いや、靴でいいか。むずい。あ、入んないか。入んないのか、ここ。学校で。き。え、むずいね、テトリスって。本当に。しょうがない、しょうがないよね、だよね。喋りながら、ちょっと難しい。だって頭さ、どこにテトリス置くかさ考えながらさ、言ってることは別のことだから難しい。脳トレしてるみたい。わけわかんなくなった、さっき。自分の言ってることとさ、あのやってることが違いすぎて。やばい、縦のやつが来ないと私消せない。あ、よかった、着せた。地列か。ああ、やばい。ああ、ここ置けないのか。やばい。下手くそ。え、めっちゃむずいな。やばい、ちょっとミスったかも。負けた。最後自滅みたいな感じで負けちゃった。テトリス出てくる順番決まってんの？え、そうなの？いや、え、決まってないんじゃないのよ。同じやつ連続で出てくるよ。決まってる？え、充電が追いついてないや。いて、やつが。よいしょ。OK。充電が追いついてなくて表示出た今。あと 20% っていう。難しいな。決まってないね。そうだよね、同じやつ2回連続で来たりする。うるせえよ、ほんとに。むずい。あ、違う、危ない。置こうと思ったところと違うところに置いちゃうとこだった。危なかった。あ、開けるか、よかった。うん、三連。三連じゃないか、三列一気に消せた。いや、なのにあんまり相手にお邪魔ぷよ行かないんだけど、なんで？消したじゃん。なんで行かないわけ。ちょっと納得できない。相手にお邪魔ぷよ行かないなんて。なんでなの。私下にお邪魔ぷよありすぎてやばいな。消したいんだけどさ、そこまでたどり着けない。上の方を一生懸命消してる。行かなかったお邪魔ぷよ相手に。いや、むずい。そのお邪魔ぷよまでたどり着けないんだけど。あ、間違えた。
間違えた、やばい。あーやばいやばい、なんかもう やばい。もう終わった。なんでスコア私の方が高いじゃん、3000いってんのに相手2700なのに、なんで勝てないの。むずこのゲーム。とりあえず列ができるにしたいのかな。なんかさ、ぷよぷよはさ、いっぱい後のことを考えて積んでいくじゃん。もうそれが違うから難しい。テトリスもそうなのか、わかんない。テトリス連鎖がないから。相手にもジャンプ言ってる？あ、言ってるわ。言ってたわ、ちゃんと。でもぴょぴょの方が消しやすいよね、おジャンプ。もう消されたもん、私のおジャンプよ。私のおジャンプよ。早いな、消されるの。いや、テトリス同士で戦いたい。テトリス同士がいい。むずい。強いんだもん、ぴょぴょの方が。強い。あ、危ない。面白いとこだった。これでいっか。強い。強い。やだ、勝てない。こうか。一個ずつしか消せない、一列ずつしか。どうやったらいけるんだ、一気にいっぱい消すやつ。無理じゃない。で、ここか。むずい。相手がずっと溶けたって言ってる、怖い。もうそのセリフが、もうおジャンプ用がいつ来るかわかんない。怖い。ずっと溶けたって言ってるんだもん。そろそろ来るでしょ、おじまぷよ。あ、間違えた。あ、やばい。負けた。テトリス勝てないんだけど。もう一回。勝ちたい。そろそろ。もう1時間ぐらいやってる？テトリス一回も勝ててないよ。むずい。昨日からやって、昨日からこのテトリスぷよテト始めて一回も勝ててない。昨日から始めてまだゼロ。勝ててるぐらいの感じでいたんだけど、始めた時はすぐ勝てると思ってたんだけど。全然勝てない。一気に一列ずつとか消してもさ、相手にあんまりいかないのかな。なんか、あ、え、あ、そういうことね。
のサイズ見てて分かった。あの端だけ開けるんだ、そういうことか。で一気に消すのか、縦のやつが来た時に、そういうことか。それやろう私も私もそれやろう。一個開けるのね。今やってたコンピューターがあれか。でももう遅いな、もうあの修正できないんだけどこっからちょっと修正できないやあ、危ない無理だな、ここから戻せない。あ、入んないか、そこした。え、6つ OK。 あ、あ、もう終わった。横の列置けなくなっちゃった、下がった。え、次だな、次。一列開けてやるパターン覚えるわ、これね。一列開けて、これそれやる。今一列だけ、一列か二列、四角とかで。めっちゃいい、うまいうまい ここでめっちゃ綺麗に詰めてるんだけど、ここでこう、いや、これで4列消せた。おお、なんか必殺技みたいななった。どんだけいくのかな、少な少な、びっくりした。めっちゃ相手のところに落ちるのかなと思って見てたらさ、ほんのちょっとしか落ちなかった。少な私の方がいっぱいもらってるんだけど少な、びっくりした。そのがいっぱい迷ってるこれ。ちょっともうさっきの一列開けるみたいな、もうガン無視できない、もうできなくなっちゃった。縦のやつ来た、これでこれ行こう。むずい、消さないと止まってきてる。これかよいしょ。あ、やばい、ミスった。消せないやつだこれ。縦が欲しい、縦のやつが来ない、欲しいのに。やばい、あ、負けた。なんで勝てないんだけど。もう一回勝ちたい。あ、こうやって受けるのか。上ボタン押したらもうすぐ受けるんだ、知らなかった。こうだね、
一列開けるやつね。とりあえずこの列で向けしたいな。一列開けれなかった。あ、これ反対側が一列開いてるわ。そこっち、そこ反対側で一列。怖い、敵強すぎて。次早く立って一列来てほしい。あ、来た来た。あ、間違えた。うくぼし間違えた。上ボタン押しちゃった。やり直しできない。違えたじゃん。あ、来た来た。一列こっちでいいや。これ消さなきゃ。さっき間違えたの。え、やばい、強すぎる。やばい、やばい、あ、やばい、あ、負けた。早い、早い。間違えちゃった、さっき途中。2分で終わったよ、これ。早すぎる。あ、ここ置いたら埋まっちゃうわ。強い。強い、強いよ。あ、どこか。あ、どうしようか。こっちにしよう。ああ、間違えた、間違えた、間違えた。やばい、これ上ボタン押してたら間違えるわ。やめとこう。もうやんないわ、この上ボタン。一気に受けるけど、違うところに置いちゃう、いっぱい。さっきからずっと間違えてる。もうやめる。むずい、ぷよぷよ。もう負けそうだもん、今始まったばっかなのに。あ、逆、逆だこれ。あ、やばい、ちょっと積んでる。あ、負けた。強い、相手強い。リセット何、置いたぷよぷよじゃない、置いたテトリスを置き直すってこと。それはちょっとできないんだよな。それできたら簡単なんだよ。できないんだよそれは。うるせえ本当にこれ。もうあれ、上の十字キー使わない。もう学んだ、やった方がいいわ。いいよ。あー、ここでか。なんかテトリスいっぱい消してもさ、一気に全然相手にお邪魔ぷよ落ちないんだけど。全然落ちないんだけど。あ、違う。ちんで。あ、ちょっと間違えたかな。まあ、いいか。
全然相手にもジャンプいかない。難しいこのゲーム。私の方にはいっぱい来るのに。やばい。やばい。強い普通に。四つ消せた。四つ消せてもね、あんまりいかないんだよね相手に。ちょっとしかいかない。連鎖、連鎖なくないこれ。一連とかはあるけど、なんか連鎖じゃないんだよね。テトリスだから、なんかぷよぷよとちょっと違う。ちょっと相手におジャンプよいった。無理や。むずい。ずっとさ、どっちか左右一列開けて。あ、待って、一人やっと倒せた。え、嬉しい。え、倒せた一人。快挙だ。嬉しい。一人倒れた。嬉しい、やった、やっと念願の一人抜き。やったー、やっとだー。長いやつ、縦の一列のやつ、あと二つ来てほしい。二つ欲しい。あ、やばい、強い、困る、強いよ。消してんのにさ、捜査してくれない。強いんだって。負けた。一人抜き記録。六つ。記録更新。一人抜きで。ダサいな。記録更新って出た。一人抜きでさ。やめよう。いいや、一人抜きできたから満足。これレッスンってやつやろうかな。ピュアテトスクール、ピュアテトミックスの遊び方。いや、テトリスクラス、これだ。基本操作とルールを学びます。学んでくる。一応これ違うわ、応用だな。なん、積み方、テクニック操作説明、表の操作説明で下を押すと、手取りミノっていうの、手取りミノを素早く落とせるソフトドロップは置いて、ソフトドロップよりもっと素早く落とせる方、上を押すよね、これね。これやるとね、間違えるんだよね。これはハードドロップ。上手い人しか言っちゃダメ。LB、RB、これこうか。押すとホールドすることができる。あ、止めれるのこれ。え？あ、違うわ。ホールドと後に取っていきたい手取りの一つだけ取っておくことができる。あ、そういうことね。
ビーどこ、ルビー、あ、ルビーピー、ここか、あ、ここ押したら報道してる手取りミノがあるとき落下中の手取りミノと報道している手取りミノを1個につき1回入れ替えることができる。あ、そうなんだ。一度の手取り身の操作で最大4ライン消すことができる。まとめて4ライン消すことをテトリスという、知らなかったホールドを上手に使ってた。ラインをたくさん消してね。次にラインを消す時のテクニック。テクニックは全然流れてくれない。ホールド結構使った方が良さそう。全然あのめっちゃテトリス、テトリミノ積んでて全然教えてくれない。早く消す時のテクニックを教えてくれるって、やばいな。うん、このように続けてラインを消すテクニックを連っていう。連2列開けてる、これこの教えてくれるやつすごい。6連7連そしてこのようにフィールドにある全ての手取り目を消すことをパーフェクトクリア。かっこいいな、パーフェクトクリア。一度により多くの面を消してパーフェクトクリアするほど点数がたくさんもらえる。先ほどの2ライン2ライン消しでのパーフェクト、ん、先ほどの2ライン消しでのパーフェクトクリア、これが1ライン消してのパーフェクトクリア。ああ、そういうことね。1列だけ。これが3ライン消し、4ライン消し、これがテトリスでのパーフェクトクリア。うーん、すごい。パーフェクトクリアを出すのはなかなか難しいけど、レジャーだ。これ、OK。応用編終わり。初級テクニックを持ってる研究で上級テ、ん、上級テクニックを学びたい。テトリスが上手くなりたい人向け、これだ。 テトリスが上手くなりたい人向けスカープの方法と対戦時に有利な方法。スピン、ブロックの隙間にT の形をした手取りミノを回転で滑り込ませること。これはさっきやってた。点の条件でミニ T スピン、 T スピンという手、ミニ T スピン、 T スピン、うん、Tスピンを使えば手取りミノを置き間違えた場所のリカバリーすることができるばかりか、一度に1ライン消し、2ライン、ま、1ライン消し、3ライン消しをしていると T スピンシグ、T スピンダブル、T スピントリプルという高度なテクニックになる。そしてそのとこから、うん、え、できるんだこれ。ちょっとやり方がわかんない。見たけどできるかわかんない。 T スピン、今学んでるテトリスT テトリミノと同じように L テトリミノ、J テトリミノ、
S テトリミノ、Z テトリミノも回転で滑り込ませると一定の条件で。うん、そう。テトリス、そのまでが長い。ラインを消すことができる。うん。レインやスピンでパーフェクトクリアを決めると得点ボーナスが入ってる。ライバルのジャンプブロックを送り込むとかできるからどんどん狙っていこう。こっちの方が得点高いんだ。バックトゥーバック、テトリスやスピン、Tスピンなどを行った後ラインを消さずに、ラインを消さずに押せないテトリスなどかだと連を消さずに、連を消さずに。テトリス今積んでいる最中。またテトリスやティースピンなどを行うとバックトゥーバックというテクニック。うん。ティースなどを行ってラインを消さずに、あ、2連とかにするってことか。バックトゥーバック。難しいね。さらにバックトゥーバックのテク、バックトゥーバックのテトリスを行ってバックトゥークリアすることで。もっといっぱい得点ボーナスをもらうことができる。バックトゥーバック、これがバックトゥーバックのテトリスを行ってのバックとクリア。難しいと思うけど挑戦してみて。これでスコアアップの方法と対戦時に有利な方法の研究終わった。ちょできるかは分かんないけど学んできた。じゃあもう一回さっきさコンピューター2列開けてたから開けてみる。いやむずいな2列開けるの。あー間違えた間違えた。もうさっきからさ間違って上を押しちゃった。これどうやってね、できなくない？なんだっけ？ティースピンみたいなやつ。ちょっと待って。やり直すわ、もう一回。ティースピンができなかった。どうやってすんの？え、タイミングがあるの？え、めっちゃ難しいんだけど。ああやばい。もう一回上押しちゃうとさずっと間違えて上押しちゃうわ。えむずすぎる。押せないんだけど
できないできない、なんかさっきのスピンみたいなやつもう、全然端っこ2列空いてないしどうやってするのこれスピン学んだはずなのにさっきと同じことやってる、ずっとどうやってするわけ、むずい。やばい、終わった負けた。どうやってすんのスピン何か回してもさ、ずっとその下に行かずに上で回ってるんだけどめっちゃ難しいずっとさ上に行かずにさ下で回ってた下に落とす技じゃん、あれ。ディスピンって、ディスピンとかってえに上で待ってたな。なんでうまくいかないんだろうね。あ、やばい、間違えた。いかなかった。Lスピン。Lの空間があるん。J かなこれ。どっちかわかんない。難しい。難しいなこのゲーム一列開けようと思ったんだけどさ、なんかもう埋まっちゃったホールド使えてないし、全然ホールドなんか使うタイミングが難しい、わかんないタイミングが。これでうん、いいじゃん、 OK、 あ、どうしようか。あ、来た、4つ、いい感じ。ここでいこう。うん、1列のやつ来た。もう L スピンとかのやつ怖くてできないんだけどできないんだけど、これ消せないから怖くてできない強い。え、下行って。うわ、無理。Lスピンを今試みたんだけど、無理。どうやってするわけ？ずっと普通に回転してるだけだった。私はあのLスピンのつもりだったんだけど、普通に。回転して終わった、入んなかった。よいしょ、入んないか、ここ。ああ、間違えた。あ、え、あ、そっか、そこ空間あんのか。空間ないかと思ってた。やばい負けた。さっき一人勝ったのに
見たのにな、ちゃんと応用のやつも。今のところ役に立ってないまだ。より消す、え、消すこと考えてるよ、それは消すこと考えてるけど、スピンが必要な場面も出てくるじゃん。できないのよスピンが。スピン難しい。こっちか、むずい。明日は2人、あ、1日1人ずつ増えていくみたいな。怖いんだよな。うん、こっちか。いや、これよし。あー、あー、危ない、間違いとかやった。危ない、ギリセーフ。これか、むずい。ところどころ穴が開いてる。あ、テトリス。テトリス、いちゃうけどもいいか。テトリスはできた。うん、え、倒せた。倒せたよ。一人だけ。一人だけだけど。ちょっと間違えた、間違えた、こういったらダメなんだった。うん、あ、でもまだ大丈夫だ。危ない。あー、この Z とかのやつめっちゃ苦手。めっちゃ苦手。あ、やばい、やばい、やばい、負ける、負けたー、負けたー、無理だー、勝てない。なんかさ、よく汁作る、無理、できない。もう一回ね。今日はちょっと、今日と昨日と今日はぷよぷよの、ぷよじゃない、テトリスの日、テトリスいっぱいする日。美味しかったんだけどな、さっき途中間違えなければ。ぷよぷよは間違えてもなんとかなるけど、テトリス無理だ私。なんとかならない。強いな。待って、やばい、めっちゃ強い。クマ。やばいやばい。強いな。ちょっとやばいやばい、強いって、強いって。え、どうしようどうしよう、強すぎる。おお、え、なんか勝てた、よかった。
かあれになっちゃったな、開けるのが左側になって、まあいっか開いてるから列が。変な置き方しちゃった。うん、テトリス、テトリスできた。やばい、やばい、あ、待って、やばい、やっちゃった。まださ、左側に置けたら勝てる可能性あったのに、左側潰しちゃった。え、でも一人抜きはできるようになったね、一人抜きは。むずい、むずい、じゃあもう一回。熱いな、23度ある、手が熱い。何歩切ろっかな、寒くなるかな、ないか、切っちゃい。暖房切った。部屋が熱くて、あとお水飲みたい。水飲んできた。あとお菓子持ってきた。これ食べてた。グミチョコレート。これ食ってた。おいしい。美味しいんだよこれ。なんかぶどう味のグミがホワイトチョコヨーグルト味、ヨーグルト味なんだ、ヨーグルト味のチョコレートでコーティングされてるやつ、これもあるじゃない、無印の。グミチョコレート、私の好きなやつ。120円ぐらい。美味しい。これもう一個ある、もう一袋。よし、再開するか。配信でするまでにもうちょっと待たないと、つまんなすぎるでしょ、ずっとさ、あの一人目とかでやられてんの。つまんなすぎるから練習する。永遠に一人目でできても、できても一人抜き。弱すぎるから練習しよう。あー、ちょうどいい形が来ない。
間違えた。まあ、いいか。L なんだっけあれ回すやつあれしようと思ったらちょっと下手くそだった。ちょっと。Tスピンできた。自分が一番驚いてる。え Tスピン嬉しい。 Tスピンできただけでめっちゃ嬉しいんだけど。えやっと。むずかない、ね、これでもこれがずっとできるようになったらめっちゃ強いんだろうね。そりゃそうか。やばい、ちょっと数が消したい。やばい。あーこれはまんないわ。ここえー置こうと思った瞬間にお邪魔ぷよみたいなお邪魔ブロックか下から来たタイミングTスピンはできたよ。楽しい、嬉しいTスピンできるのめっちゃ嬉しい。楽しいわTスピン嬉しいね、できたら。普通に負けたんだけどさ。ちょっと強そうできるかな、ここ。あーできなかった失敗した。 Tスピン、まあ、そういう時もあるよね。そういう時もあるよね。あー置けないやつだこれ。こっちか、こっちか。このこっちのタイプだ。 Z か S か分かんないけど逆だ。やばい、テトリスしないと。強い相手がめっちゃ。あ、私変な詰め方しちゃってるわこれ。テトリスできないか。あー危ない。あーやばい、塞がっちゃった。一列開けてるところに置こうと思ったらそこが塞がっちゃった。ゼロ人。でも、Tスピンができるようになったのが嬉しい。あ、なんかミスったな、置き方。しょっぱなから。ミスった。テトリス、テトリス一連。でもテトリスできてもあんま少ないんだよね、あの相手に落ちるお邪魔ぷよが。ちょっとしか落ちない。
月のやつ欲しいな。どうしよう、ここでいいか。うん、いや、これで、で、こいて、あ、間違えた、間違えた、向き変えようと思ったら間違えて上ボタン、上を押してた十字キーの、意味わかんないミスしちゃった、間違えた、あ、でも大丈夫、まだまだ大丈夫。ちょっとやばい。うん、一列早く来てくれないかな。あ、置けなくなっちゃった。一人目。テトリスむずい。弱すぎてやばい。面白い、逆に面白い、弱すぎて自分が激弱。ああ、どうしようか、ちょっといこう。ああ、上押しちゃダメだ、もうずっと間違える上。上楽だから押しちゃうんだよね。強いな、敵が。で、あ、ちょうどいいやつ来た、Lめっちゃいい感じにできてる。いい、いいけど相手がやばい強すぎ。あ、テトリス、テトリスでなかったことにできた相手のやつ。結果かこれ。あ、いいや、これで危ない。強いんだって、もう強いんだって相手相手強いんだって。なんで、もう一回もう一回、もうもう早く早くやりたいから上使うこれ絶対汗見せるパターン。分かってる、分かってるんだけど、早く詰めたら。ちょっといい音むずい。あ、逆か、え、これでか、で、これでしょ、どこで回すんだ。できない、 L スピン、タイミングが分かんないんだけど、ちょっと L スピンの回すタイミングは、まあ一応変わんない。テトリス、テトリスできてもさ、あの一連できないからな、あんまり。むずい。あ、逆か。むずい。いや、これで。あ、危ない。
タイミングでイシリスのやつ来てくれた。危なかった、やばい、あ、やばい、終わった、終わった。勝てない、無理だ、今日は無理だ。よしお時間ないし、やめよう、無理だ。今日もボコボコだった。でも一人抜きはできるようになったよ。何回かしかしてないから。どうやったらスピンできるの？チョコ全部食べよう。安い。むずすぎ。めちゃくちゃ難しい。ぷよぷよは割と得意なんだけど。水。テトリスめっちゃ難しい。ちょっとだけやろうかな、あの練習マジでむずい。あ、そう、お水、お茶じゃない、お水。友達、あ、55分ありがとう。で、部屋めっちゃあったかいんだけど、23度ある。23度でこんなモコモコなさパジャマ着てたら暑い。じゃあランキング見ます。13位から見ます。13位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。12位、幻さん、ありがとうございます。11位、ヒンメルさん、ありがとうございます。10位、香港のあるマットマーク強化おいさん、ありがとうございます。9位、キューナツアットマーク今日も明日も明後日も強化おいしいさん、ありがとうございます。8位、ユージアットマーク強化で今日ずっと心から愛してるさん、ありがとうございます。7位、アスカアナナン、え、これローマ字わかんない、 なんて読むのこれいや、だって7位、あ、読み方わかんない、なんていうのかわかんないや、インドネシアの方か、ちょい読み方じゃない、読み方がわかんない、わかんない。アスカさんで合ってんのかな、あ、なんだろう、読み方わかんないな、後ろは。アスカさん7位、アスカさんありがとうございます。違ったらごめんなさい、教えてください。と6位、ティンさん、ありがとうございます。次、5位、ニャンホソさん、ありがとうございます。4位、ラモーナさん、ありがとうございます。3位、カザットマーク許可タムズさん、ありがとうございます。2位、フロマンさん、ありがとうございます。そして1位が風富人さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。明日の配信
信は明日2回できたら2回やろうかな。夕方と夜ぐらいで、夜このぐらいの時間で、夕方そうね、夕方何時ぐらいですか、6時とか。2回できたら2回やろうかな。そう、この後テトリス練習する。え、もう下手くそすぎてびっくりした昨日。てか分かんない、私が下手くそすぎるのか、テトリスが結構難しいのか。テトリスが難しいと思いたいんだけどテトリスが難しいと思いたいけど、私が下手なのかもしれない、めちゃ分かんないけど練習する。よてと、せっかく買ったから。いや、ぷよぷよだけもいいけど、テトリスもできるからさ、両方したいじゃん。確かにね、伸びしろがあるってことで練習する。めっちゃ難しい朝配信、明日？朝はしないです。寝てます。無理。寝ます、朝。朝寝てる。夕方と夜かな。そうですね。でまた今度、ぷよてと YouTube でしたいなと思ってるから、多分やると思う。その時までに練習するね。今、下手くそすぎて、やばいから。そろそろ切れちゃうかな。じゃあまた明日の配信で。ありがとうございました。またね、おやすみなさい。また明日、バイバーイ。またね、おやすみー。